いや、うん、楽しいね、やっぱりこういう、うん、なかなか聞ける話じゃないから。太陽さんの話はだって娘にはだって太陽さんもしないでしょ。さ、太陽さんがさ、幕下上がってさあ十両って上がるときに19歳ぐらいだったかな、はい、腰のこの腰椎がパンって内側に入ってもうなんか歩けなかった時あるんだって。まあ逮捕も終わったなと思ってその親方がね、二所ノ関親方がもうこれ内側入ったからもうこれ相撲取れないから田舎帰そうと、大きい病院とかも行ったけどもうダメだと、でせっかく米びつがとか言ってやっぱ悲しんでたんだけど、その時に巨人のドクターで吉田整骨院ってあったの。でその人にこの内側にこう入ったやつをこうポコッてはめてもらって直してもらった。でその吉田整骨院の先生に直してもその当時さまだ金もないから、だからね、お前逮捕、お前まあその時逮捕じゃないけど、ないお前終わったら玄関きれいに掃除して、ほんでしてから帰れとか言って、で一緒に掃除してたんで、まずそこにさペーペーのあの巨人の選手がいたんだって。誰だと思う？え、王さん。そうそう、ま、王さんがいたんだ。王さんと一緒にあの吉田整骨院の玄関全部掃除してたんだって。それはだから、さ王さんに、王さん懐かしいねって、そういう時あったねっていう話を俺が隣で聞いてて、あ王さんと太郎さんが吉田整骨病院のとこできれいに毎朝掃除してたんだって。まだだって王さんまだその家に出る前だから、腰が悪いから太郎さんっていう相撲は前傾姿勢でこういうクロスで相撲を取った。それ腰がこう伸びきらないようにね、そういう練習をしてた。だからうちの息子なんかでもちょっと腰高だしちょっとあれだけど、そういう腰を低くしてね、で結局体も大きいわけだから、だから差し込まれないでね、そういう圧力さえつければクロスで入っていったらもう正直すぐ幕の内じゃなくてすぐ三役行く、もう間違いなく行くから、それ教えたら。だからそれを教える練習を今させてるかっていうことよ。だしないと時間はもうすぐ経つし、すぐ今1だったら鉄ははっきり言って熱いうちに打たないと強くなれないわけ。自分自身でしかないから、親方がどうのこうのって言って、親方はだってね面倒見てくれないから、自分で頑張ってやらないと。王鵬のね、そうね、まあ見てたけど、やっぱり何が足らないかって言ったら、まあまあそこに太陽さんいたらもうぶつかり稽古足らないなと思って、もっとぶつかり稽古させれって言って間違いなく言うから、まあ、それをやっぱ我慢してやるしかないし、で腰が高いってことはだってやっぱ四股の踏み方も弱いんだろうし、いや40番やってるとか言って番数じゃないけど、だからその当時だったら何番やってたっていうことじゃないですか。まあ番数じゃないって言ったら番数じゃないけど、うん、でもできるだけやっぱこう詰まった稽古もしなきゃいけないし、俺的にはやっぱりね、逮捕の血筋の人間が全員やっぱり三役以上行ってくれたら、また正直相撲人気は絶対上がってくると思うから、まあそれはね、まあ、別にいいじゃないですか、別にもうそんな欲得なく頑張っていけば。やっぱ強くなった時にさ、俺も言うじゃん、いつもあのこの YouTube でさ、平等にやっていかないと、だから結局親方と弟子の仲が強くなれば強くなるほど悪くなるわけ。なんで悪くなると思う？なんで悪くなると思う？え、力士が強くなれば、力士が、じゃあ太鳳さんもそうだし、太鳳さんと前の先代の二所ノ関親方、うん、でまあ朝青龍と朝青さん仲悪かったりとか、で千代の富と、じゃあ今の北の富士さんがね、やっぱりそれはやっぱ横綱だったらやっぱお金入ってくるじゃない。
入ってきた金が全部持ってかれたら、俺の金全部持ってきやがってって、ね、朝青龍なんかだって特にさ、やっぱそんなのだって外国から来た人だから分かんないじゃん、俺の金全部持ってきやがってみたいなところであるから、だからそれを揉めさせないためにはちゃんとやっぱルールを作ってやっていくとかね、うん、俺はこの野郎お前を育てて やってたんだろうとか言われて我慢しろって、もうそういう時代じゃないんだよ、うん、一つの力士が宝があったとしてじゃあまあ佐渡ヶ嶽部屋に誰々っていう相撲取りの教会を背負って立つ宝がいるとしてたら、それは他の部屋だったら足の引っ張り合いになるわけ、そうじゃなくてそれをみんなで応援して強くして、でその強くなった時にみんなでこうお金を儲けるっていう、そのまあだからうちの子供3人はだから相撲協会の一つの商品だと思えばいいし、あとこれから強くなろうとしたる人間も一つの商品だと思って、商品だと思ったら自分がその商品の社員だったらどうする、大事にしますよね、大事にするし厳しくするよね、はいはい、それをまあやっぱりしつけですよね、うん、だから最初のね、だからそれは足引っ張り合うんじゃなくて、それみんなでこう応援して、だから応援するってことは今回じゃあまあコロナ、こういうコロナになってますと、コロナになってるけどやっぱ全体的教会のことを全体に考えたらやっぱ関取同士と稽古をしないとやっぱりつかめないじゃん、はいはい、そういうの、そうですね、そしたらじゃあ伊勢浜とかさ、ああいうそのねそういう弟子がいっぱいいる部屋は強くなるじゃん、うんうん、稽古して、はいはい、だからいっぱいいてね、そういう切磋琢磨できるわけ、できない力士はどうなる、そしたらそれぐらいの教会全体の感覚の器量がある親方いたら、王鵬なんかでもお前 PCR 検査して1ヶ月うちに来いとか、うちで稽古しろとかって言ったら、そういうのっていうのがだから今欠けてることじゃない、だからそれを、うん、全体的なレベルのして全体的な厳しさ優しさ、厳しさ優しさがあれば厳しくしてもそれは愛情があるわけだから、アホな相撲取りじゃなかったら分かるじゃん、うん、いや分かるし、うん、教会全体がね、うん、ちょっと過敏に、うん、あのいろんな ものにあなんかまたこれ言われるんじゃないかな、うん、あまあこうしなきゃじゃなくて、うんうん、いいじゃないですか、だって今の八角理事長だって長野実績に引っ張り回されて頭引っ張り回されて砂食わされて蹴られて転がされてやっぱり横綱になってるわけだし、うん、そうしろとは言わないですよ今現状の教えとして、うん、だけどもやっぱり、まあ、それがあったから横綱になってるわけだし、うん、やっぱね、うん、筋力トレーニングも、うん、そういうその筋大トレーニングもあとその体幹鍛えたりいろんなことをするのも大事なんだけど、格闘技って、うん、本当あの殴り合いだから、その時に殴り合い蹴り合いで相手を倒すってことは、うん、まず前提だから、はいはい、だからそういうのっていうのはやっぱり肌身でやっぱ鍛えていかないとなかなか難しいもんあるのよ、はいはい、まあまあ本当に、うん、まあ確かにそれはありますよね、うん、そういうのやっていかないと、やっぱ昔から言う大鵬の教えとかね、やっぱ双葉山の教えとか、そういうのっていうのはやっぱ受け継いでいかないといけないからね、だからそこは逆に、まうん、周りがとやかく言ったとしてもね、うん、いやこれが相撲のやっぱ教えなんですっていうのを、うん、もうはっきりと言ってしまえばいいんじゃないのかなと思うんですね。それはだって今のさ、うん、正直だって何にも分かんないよな、そのなコメンテーターみたいな何の責任もねえんだもんあいつら何の責任もなくて言いたいこと言ってるけど結局終われば終わりじゃない、うん、でもそうじゃなくてやっぱりこうねえこういろんな問題が出てくるのよ、やっぱりいろんな問題出てくるけど、やっぱりそれをこう速やかに対処することも大事だし、まあでもいろんな問題が出てくる中でも、うん、まあでもそうは言っても一番大切なのはそのまあ怪我しないように、うん、やっぱり力士を強く育てるっていうのが、うん、やっぱり親方の一番の仕事なわけだから、うん、今日はこんなもんにしとこうか、はい、ちょっといや、うん、
楽しいね、やっぱりこういう、うん、なかなか聞ける話じゃないから。だって太陽さんの話はだって、うん、だって娘にはだって太陽さんもしないでしょ、うん、ねこんな話はしないですね。しないし、だからやっぱそういういい話はね、うん、悪い話もいっぱいあるけどさいい話はやっぱりね、やっぱそういう風に、まあやっぱり それなりにやっぱり地位に行った人の、うん、やっぱりそういう人の話だから、それはやっぱ誰の話聞いても、うん、やっぱ好きな人はそれは楽しいですよね、うん、やっぱ俺もドキドキワクワクしますもんね、うん、何が出てくるのかみたいな、うん、王さんまで出てきて、王さんまで出てきて王さんだってそのぐらいから王さんと仲いいんだもん、大砲方は。ひょっこりさ、はい、マクシャのお相撲さんがさ、はい、来てさ、お前さんにさ、はい、重量上がるために頑張りたいんだと、はい、教会呼ばれたんだもんね。え、その子が、その子が、はい、こういう方バレちゃって、バレ内緒にせえよって言って